皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。遅らせないで、子どもの予防接種と乳幼児検診。新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ。お子様の健康が気になる時だからこそ、予防接種と乳幼児検診は遅らせずに予定通り受けましょう。予防接種や乳幼児検診はお子様の健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただくようお知らせしています。予防接種の重要性について。予防接種のタイミングは感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に生後2ヶ月から予防接種を受け始めることは、お母さんからもらった免疫が減っていくときに赤ちゃんがかかりやすい感染症、百日咳、細菌性髄膜炎などから赤ちゃんを守るためにとても大切です。赤ちゃんの予防接種を遅らせると免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。乳幼児検診予約について。現在感染予防の対策のために人数制限を行い検診を実施しています。乳幼児検診は予約制となっており、乳幼児検診の通知が届いた時点ではまだ予約確定ではありません。うるま市役所子ども健康課まで電話連絡していただき予約をお取りください。風邪症状がある場合には、次のような風邪症状がある場合には当日検診を受けることができませんのでご了承ください。保護者について。検診日まで2週間以内に発熱した、風邪症状に対して治療中、当日風邪症状がある。お子様について。検診日まで2週間以内に発熱した、当日風邪症状がある。新型コロナウイルス対策。医療機関や検診会場では接種を行う時間や場所に配慮し、換気や消毒を行うなど新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に努めています。子どもの予防接種は決して不要不急ではありません。まだ接種期間内の方はお早めに接種をお済ませください。お問い合わせは子ども健康課、電話 989-0220 まで。詳しくは広報うるま8月号9ページをご覧ください。新入学用品準備金。新小学1年生入学前支給申請のご案内。令和4年度に小学校へ入学予定のお子様がいらっしゃるご家庭で、経済的な理由により就学困難と認められる保護者に対し、新入学用品準備金の支給を入学前の令和4年1月予定に行います。対象は市内に居住し、市立または他の地方公共団体が設置する小学校に入学予定の方。市立学校、特別支援学校は対象外です。支給には審査が必要となります。申請受付期間は8月16日月曜日から9月24日金曜日。申請方法。市立幼稚園あげなこども園にお子様が通園中の場合は、各幼稚園で申請書類を受け取り、各幼稚園へ提出してください。認定こども園、私立幼稚園、保育園、在宅保育の方は、
市教育委員会学務課本庁舎西棟3階にて申請書類を配布します。書類記入後、教育委員会学務課へ提出してください。市ホームページで8月9日月曜日よりダウンロードが可能です。詳しくはお子様の通園する私立幼稚園または市教育委員会学務課へお問い合わせください。対象年齢の幼児がいらっしゃるご家庭へは郵送にてお知らせします。そちらも併せてご確認ください。申し込みお問い合わせは学務課電話923-2159 923-2159 まで。詳しくは広報うるま8月号14ページをご覧ください。令和3年度青少年の深夜徘徊防止未成年者飲酒防止一斉行動月間について、8月は青少年の深夜徘徊防止未成年者飲酒防止県民一斉行動月間となっております。近年スマートフォンの急速な普及による SNS に起因する様々なトラブルが発生しています。全県民がこのような課題を深く認識し、子どもたちを非行や犯罪被害から守るために家庭や学校、警察だけでなく地域や社会全体が協力し、様々な取り組みを進めることが必要です。多くの大人の目で子どもたちを見守り、事件や事故の未然防止に努めましょう。お問い合わせは教育支援センター電話923-7158 923-7158まで。詳しくは広報うるま8月号16ページをご覧ください。高等職業訓練促進給付金のご案内。一人親世帯の父母が資格取得のため養成機関で就業する場合、生活の負担軽減を図ることを目的に高等職業訓練促進給付金を支給します。4月から対象期間資格を拡充しています。支給額、訓練期間中月額10万円、市町村民税課税世帯は月額7万500円、対象者1、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方、2、令和3年度中に就業を開始し6ヶ月以上養成機関で就業する方。対象となる資格、看護師、介護福祉士、保育士などの国家資格やデジタル分野などの民間資格。資格の詳細は市ホームページをご覧ください。申請方法、事前相談が必要です。児童家庭課までご連絡ください。過去に本事業による給付を受けたことがある場合は対象外です。本事業は定員に限りがあります。また申請後に審査がありますので必ず受給できるものではありません。申し込み・お問い合わせ、児童家庭課電話 973-4983 973-4983 まで。詳しくは広報うるま8月号13ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。